ハミルトン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8517人であり、2000年の8229人から3.5%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のハミルトン市であり、同軍で人口最大の町でもある。名はサウスカロライナ州の知事であり、 テキサス共和国に財政的援助を与えたジェームズ・ハミルトン・ジュニアにちなんで名付けられた。ハミルトン軍となった地域の初期住人はインディアンだった。後にはタワコニ族、トンカワ族、ウェーコ族、コマンチ族が住んだ。1821年、メキシコがスペインからの独立を宣言した直後、北からイギリス系開拓者がテキサスに下ってきて、メキシコ市民であることを主張した。 1836年のテキサス独立宣言と1845年のアメリカ合衆国によるテキサス併合に続いて、1854年には地域発の高級的白人開拓者としてロバート・カーターとその家族が入ってきた。翌年、開拓者のジェームズ・ライス、ヘンリー・スタンドファー、フレデリック・ブッカーマン、ウィリアム・ボーチャンプ、アサ・ラングフォードが後に、 ハミルトン氏となった町を作った。アサ・ラングフォードは後にエバントの町となる、ラングフォード工部を作った。1856年テキサス州議会がコマンチ軍、ボスキー軍、ランパサス軍の一部を合わせてハミルトン軍を設立し、軍名はジェームズ・ハミルトン・ジュニアにちなんで名付けられた。1885年にはハミルトン氏が軍庁所在地に指定された。 テキサス州では白人開拓地が増えていたが、まだインディアンも残っていた。1867年、アン・ホイットニーが教師をしていた学校をコマンチ族が襲った。ホイットニーは生徒たちを逃がした後でコマンチ族の18本の親で絶命した。1882年、彦の町がその後毎年開催されることになる非コ開拓者再開集会を開催した。 1900年までに、綿花の栽培が、軍内の土地47,500エーカーまで、広がっていた。1907年までに、スティーブンビルノースサウス、テキサス鉄道が、ハミルトン市とスティーブンビル市とをつないだ。セントルイスサウスウェスタン鉄道が、ハミルトン市とコマンチ市を結んだ。1934年、市民保全部隊が軍民747人分の、 給与を支払い、合計すると1日、約2000ベイドルになった1950年、1940年代後半に、ヒコに住んでいたオリー・ピー・ロバーツが、無法者、ビリー・ザ・キットであることを主張した。この主張は、パトリック・エフ・ギャレットが、ビリーの偽物を殺して、ビリーを助けたという伝説に基づいていた。ヒコ商工会議所はこれに反応して、ビリー・ザ・キット博物館を開いた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は835平方マイルであり、このうち陸地835平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.08%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハミルトン軍は、ダラスフォートワースメディア市場に属している。視聴できる、テレビ局は9局ある。 また集中央部のウェイコテンプルキリンメディア市場からの放送を受信できる。ヒコやハミルトン市ではケーブルテレビも見られる。ありがとうございます。